今日は節分でございますね。京都の語り部、世界を旅する YouTuber が今日は節分にちなみまして、中田へ人たちを連れまして祇園のお茶屋に遊びに行けます。先日から皆さんに、見ていただいたトラトラトラとかですね、さらにはコンピュータフネフネなども含めて、私のドドイツをうなったり、あるいは、ハウタを歌ったり、長けてやっております。それを皆さんと共にまた楽しんでいただこうと思います。そして、3月の31日、今年の3月31日の、午後、5時からですね、京都菊の井で、お座敷遊びの会をいたします。これはもうエリアプロモーションジャパンの PTX エリアプロモーションジャパンのホームページの中にそういうページがございます。トップに載っております。でそしてそこからクリックしていただきますと PTX から申し込めます。これもう超特価、もう皆さんから儲けようと思ってません。5万円だけください。5万円が参加費です。税差込みです。はい、それでは皆さん吉祥ともに遊びましょう。はい、それではこの後、コンピュータフネフネから楽しんでいただく、そういう時間にいたします。はい、それではごきげんよう。はい、先生しない、はい、いやいや、もうさっき笑いふうと踊りましたよ。あるときはないときもね。はい、ではご両人のちょっといいとこ見てみたい。ウーロン茶は一気で飲みましょう。はい、一気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 ごめん。ご両人はお強い、女べっぴんさん。いや、強い。強いです、お姉さん。はい、
続きましたね。結構続いた方ですね。で、まあ、その昔はね、はい、その昔は負けた方が、うん、いっぱいの。はい、ありがとうございます。じゃあ、うちのコールがあるので、それまで持っとくやつで。はい、わかりました。お兄さんのちょっといいとこ見てみたい。おビールは一気で飲みましょう。はい、一気。よーお兄さん。